知ってる？ん？2人だけでずるくない？私も知りたい。危ない。ああ、もう来てたんだ。これでみんな揃ったね。でて、さっきの話何？そうそう、実はね、それって好きってこと？動物クリニックです。もしもし、オリビア、ちょっとお願いがあって。何？今夜の乗馬クラブのパーティーのために5頭の馬をおめかししなくちゃいけないんだけど、急に乗馬レッスンが入っちゃって、誰か手伝いに来れない？みんなに聞いてみるね。今毛糸が絡まっちゃった猫を見てもらってるの。こっちは大丈夫？あ、ちょっと複雑なことになってるわ。でも私はもう手も空いたし行けるよ。あのさ、手伝いが必要なら僕も一緒に行くよ。ありがとう。ジェイコブも行くって。場所は馬小屋。来てくれて本当ありがとう。名前は忍者、ダイヤモンド、スター、スパイスにエコーよ。やってほしいことをリストにしたわ。お手入れ用具はあそこ。蔵の場所はわかるよね。じゃあお願いね。さて、まずは尻尾を三つ編みにする。ジェイコブは忍者をお願いね。ジェイコブ、全然進んでないじゃない。いいわ、私がやるから。ほらね、簡単でしょ。そうだね、簡単だ。行くよ。じっとして。何やってるの。ジェイコブ、まだやることたくさんあるんだから遊ばないで。ごめん。ブランケットはまず半分に折りたたんで、折り目を真ん中にしてかぶせる。今度はしっかりやってね。私は蔵を取ってくるわ。またなの？ジェイコブ、手伝う気がないんだったらなんで一緒に来るなんて言ったの。いや、その、ただ本当ごめん、帰るよ。ジェイコブが馬小屋に来るなんてな。あいつさ、馬がめちゃくちゃ怖いんだって。よく来たよね。馬が怖い？じゃあなんで。あ、そっか、それって私のこと。あ、嬉しい。ジェイコブ、待って。さっきはきついこと言ってごめんね。よければ蔵を磨いてほしいんだけど。馬はなしで？蔵だけ。ありがとう。馬が怖いとはな。レゴフレンズ、レゴフレンズ、いよいよテレビに登場。